ゴルフネットワーク。私なりのですね、まあ、この50ヤード近いバンカーショットの考え方ということで、今日のまずシチュエーションをちょっと整理しておきたいなと思います。まあ、バンカーのライは基本的に平らです。でグリーンがですね、まあ、ピンの方向に向かって、2段グリーンであると。しかもピンが低いサイドにあります。2段グリーンのですね、つまり手前が高くて、まあ、奥が低いということで、まあ、この際一番気をつけなきゃいけないのは、手前の高い段にボールを止めておくということは一番避けたいなと。ピンの段まで転がり降りるか、もしくはキャリーでピンの近くまで出すかという2つのパターンを僕なりには選ぶと思います。バンカーもですね、砂の状況とかいろいろそういうものによって変わるわけです。で、まあ、ここの砂はですね、結構目も荒くあまりスピンは効かないというふうに僕は考えてますんで、一番の理想はですね、2段目の高いところ、しかも折り際の近いところにキャリーをして、そこから転がってピンに寄っていくというのが、まあ、100点満点のショットかなと。50ヤードという距離なんですが、まあ、僕の場合はですね、もう基本的には番手は変えません。60度を使って、ショットします。だいたいですね、60ヤード、まあ、65ヤードぐらいまでほとんどもこの60度1本で僕の場合は済ませてしまいます。で、まあ、変えることとしては、少し球の位置をですね、まあ、距離が長くなるにつれボールの位置を右にして、ハンドファースト目に当てて、ロフトをちょっと立てながら当ててあげることで、キャリーを稼ぐとか、まあ要はそういうような形でですね、まあ、打ち方もそんなに大きく変えるということもしないで、打ってみます。砂は荒くてバンカーは柔らかいってことは、こんな感じじゃないですかね。ちょっとここからはまあ見えないんですけども、かなりピンの近くに寄ったんじゃないかなという感じがします。